はい、どうも、ミエヘルおじさんです。お疲れ様でございます。なんとか終わりまして。で、来週はですね、おじさん長期休暇取るんで、まあ、10日間ぐらい休みでございます。で、まあ、初日である明日にですね、横浜にお伺いして、横浜オフ会、2部制になっておりまして、そちらの方参加していこうと思っております。はい。で、早速いろいろ確認してたらですね、おじさん明日乗る電車の時間30分遅く考えてまして、8時9分発の新大阪発の、のぞみに乗って、横浜に行きます。8時39分やと思ってたんですけども、それは帰りの電車が3時39分で、はい、行きは8時9分でございましたね。乗り遅れるところでございました。はい。で、予定の確認も兼ねて、もう皆さんに一応メールは送ったんですよ。明日参加してくれるっていう方にはメールを送らせてもらったりとか、あるいは明日よろしくお願いしますっていう風に連絡いただいてるんで、重複にはなるんですけども、ちょっとお話ししておきますね。で、明日12時頃にですね、横浜桜木町駅、 JR の桜木町駅待ち合わせでございます。一次会参加の方ね、3名いらっしゃいますけども、まあ当日言うたら、まあお店でお待ちしていただいてもいいんですけども、まあ桜木町駅に僕は12時ぐらいにいて、12時15分寿司、ウォユーっていうところの桜木町駅前店、を5人で予約してますけど、まあ、4人なんですけども、一応6人向けの個室予約しておりますので、そこでまあ、だらだらおしゃべりしましょうというところでございます。はい。で、2軒目、ちょっとメンツは変わったり、まあ、継続で来る方もいらっしゃるんですけども、まあ、そこから5分ほどのところの、酒と魚花たれ野毛本店っていうところをですね、14時45分から2軒目で予約しております。はい。で、そちらも一応5人で予約してるんですけど、参加は4人ですので、まあ、1軒目でもしもうちょっといてもいいかなという方いらっしゃったら、まあ、若干席余裕ありますので、そっちも大丈夫ですと。そんなところでございます。はい。ので、よろしくお願いいたします。で、当日の連絡先はね、もう皆さんも知ってると思ってるんで、あえてここでは言わないですけども、はい。当日なんかトラブルとか、遅れますよとか、ちょっと体調悪くてとかっていうんであれば、また連絡くださいませ。おじさんも新幹線乗り遅れたら連絡すると思いますけども、まあ、それがないようにね、今日はライブ配信やるものの、まあ、本当に、触りだけやってですね、終わろうと思ってございます。で、そんな感じですね。で、明日の配信夜どうするかは、まあ、一応、まあ、このオフ会がメインなので、オフ会の2軒目以降ですね、まあ、もうちょっと飲みましょうよとかって言われたら、そっちの方に行く、ことになりそうでございますが、まあ、そこそこの時間帯で終わったんであれば、川崎の方に夜は泊まりに行くんでございますね。で、川崎で、夜泊まるんで、まあ、そこで、ホテルの中の、まあ、設備によるんですけども、9時から配信ができればするし、無理ならしないという感じでございます。で、4月28日、次の日なんですけども、予定が空でございますので、もしお茶したいとか、会いたいっていう方いたらですね、15時39分の新横浜発、新横浜で、飛び乗って新大阪帰るっていう望みに乗るんで、それまでの、時間であれば若干、空きあるんで、また、お声掛けいただけたらと思います。で、まあ、特にお声掛けがなかったら、まあ、28日の朝9時から、朝配信しようかなと思っております。なんかホテル12時まで入れるみたいなんで、はい。まあ、そんなところでございまして、明日の予定について、業務連絡させていただきました。はい。明日横浜行けるの楽しみにしております。はい。まあ、多分風邪はひかないと思うんですけども、その新幹線、8時9分の新幹線に乗れるかどうか、そこだけはちょっと心配なんで、早めに寝ようと思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。